はいどうも、ポールンです。えっ、ー、と、今日なんですけど、まあ、シンガポールでのご飯を紹介していこうかなと思うんですけど、日本のチェーン店が結構進出してて、で、僕の住んでるエリアの近くだけでも結構あるんで、まあね、あの、今回はね、日本のチェーン店の紹介と、値段もね、あの、結構気になるところかなと思うんで、まあ、その辺をね、見ていただければと思います。じゃあ、早速朝ごはんということで、スキヤ行っていきたいと思います。はい、ということで、開店10時に合わせてすき家にやってきました。 で、店頭にね、食品サンプルがありますね。で、ここはね、テイクアウェイ、あの持ち帰りの注文ですね、ここは。で、えっ、ー、と、メニューの方が、一応こんな感じでありまして、大体同じなんですけど、えー、ビーフ焼肉ボールとか、カレーもありますね。うん。で、あとはね、変わり種で言うと、焼き鳥丼とか、唐揚げ丼とかいろいろありますね。で、こちらシンプルに、えー、牛丼の並盛りですね。4.9ドルなので、まあ500円ぐらいですね、大体。 た、えー、たっぷりかけていいだきますととうことで味がめちゃくちゃね美味しいんですよね、まあ、美味しいというか日本と同じなんですけど、あのー、シンガポールで食べると、まあ、かなりもう一直目から感動するレベルでね美味しいって感じでてでしかも安いのであのちょこちょこ行ってますね夜飯とかでも結構平日とか行ってるかなと思いますで僕高校とか大学ぐらいから本当に1人で牛丼めちゃくちゃ食べてて、まあ、味も美味しいし安いし提供スピードも速くて まあ文句なしであの好きですねあの牛丼に関しては味まあ値段すごい安くても味うまいって感じるんですけどどうですかねシンガポール松屋ないんですけどスキヤと吉野家があって吉野家はねちょっとねご飯のクオリティとかがあんまり良くなくて値段もねちょっと高くてでスキヤはねあのめちゃくちゃ美味しいしあの安いんで、えー、こっちばっか行ってますねで一応店内はこんな感じで、まあ、開店直後だったんですごい人が少なかったですね で、あの上のモニターであの作り方とかあの美味しそうな映像流れてますねはい、ということで次はサイゼにやってきました、まあ、サイゼといえば安い、まあ、ファミレスイタリアンということで学生の頃とか結構利用してましたねで、たまにね食べたくなるんで今回も巻きましたで、辛味チキンとミラノフロリア、まあ、この2つめちゃくちゃ美味しくて大好きですねで、まずは辛味チキンを食べていきますまあ味はね大体日本と同じですね値段もそんな高くなくて、まあ、400円とかそのくらいですね 全然悪くないかなという、えー、思いますね。で、それとね、イラノドリア。まあ、肉と米ね。なんか、結構合いますよね。うん。まあ、味もね、あの、安定に、クリーミーソースがね、美味しかったですね。という感じで、まあ、あの、あっという間に完食しました。まあ、10分弱で完食しました。こんな感じですね。まあ、結構ね、骨もうまく食えたかなと思います。で、一応店内こんな感じで。まあ、2時とかね、変な時間に行ったんで、割と空いてましたね。待、ま、ち、あ、時間なく入りました。 はい、ということで次はね、寿司シローに来ました。まあ、寿司ローはね、100円寿司っていう安い寿司っていうイメージはあったんですけど、今となってはもう食べれるだけでありがたいですね、寿司を。2、3ヶ月に1回ぐらいしか来なくて、今回も久々に来ました。たまにご褒美で来てるんですけど、寿司の値段がね、まあ、そんな安くなくて、230円くらいですね、1皿。うん、で、まあ、こういった赤い皿は230円、スタンダードのやつで、この黒いやつはちょっと高いんですけど、まあ、こんな感じで、えー、食べていきます。 大体まあネギトロと、えー、エビとサーモン、マグロ。まあこのあたりばっかですね。たまにツナサラダとか食うけど。まああんまりこう光り物とか手出さないかなっていう感じですね。で大体まあエビ,アエビもアボカドのやつとサーモンだとオニオン乗ってるやつ結構好きですね。うん。でこ感じでたっぷり醤油かけて、えー、食うって感じで。大体まあ毎回10皿前後ぐらいですね。 日本だと大体15皿とか食ってたかな。今回はね、10皿だけ食って、えー、帰りました。はい、ということで最後はドンキに来ました。まあドンキ、まあ店舗でね、独立してるっていうよりもショッピングモールの中に入ってる感じですね。で、一応イートインコーナーとか、ドンキで出してる酒とかもありましたね。で、普通に、まあ日本食品が売ってる感じなんで、野菜とかも売ってるかな。納豆とかね、あんまりここでしか買えないんで。 高いけどねで、札幌市場味噌ラーメンとかもありますね。懐かしいな、これ。で一応、総菜コーナーに寿司とかやっぱありますね。で、おでんとか変わり種というと、こういうのも、えー、ありますね。美味しそう。で、えー、ドンキで買ったので、そのまま家帰ります。で、えー、家着いた、まあ、買ったのこれなんですけど、カラカラウオとなんか、そばとチキン南蛮みたいなやつのセット。で、カラカラウオをちょっと作っていきます。で、こんな感じで、めちゃくちゃ辛そうですね。 まあ、めっちゃ美味しかったですね、この感じ。炭水化物ばっかだけどね。これがね、まあ最高なんですよね。蕎麦はね、久々に食うとめちゃくちゃ美味しいですね。もちろん蕎麦の麺も美味しいし、この麺つゆがね、本当に美味しくて感動しましたね、今回も。で、一応キムチをベッドで乗っけて、えー、食うって感じですね。唐揚げに一応マヨネーズと、なんか、まあ、タルタルソースみたいなのがかかってて、これめちゃくちゃ美味しいですね。 でカラカラをね人生2回目なんですけどえぐいぐらい辛かったですねやっぱりまあちょっと美味しさより辛さが勝つレベルでしたね一応合計1000円ぐらいですねはい